中司、パトカーが爆破された。現場に急行だ。また派手にやられたな。誰がこんなことを。それをこれから突き止める。出発するぞ。ひどいありさまだ。車が完全に燃え尽きている。たく、地面に何か残ってる。焦げた金属片みたいだな。それは何だ。電子部品の一部かも。最新型のチップだ。誰かが精巧な爆弾を作ったってことだな。中司、お前の出番だ。了解タク、これを調べてみる。タク、10時、研究所で2人の死者が出た。すぐに向かえ。同時に2つの大事件か。忙しい一日になりそうだ。どっちを優先するタク、パトカー爆破か研究所の殺人か。研究所だ。死者が出てる以上そちらが優先だ。二人とも撃たれてる。冷血な犯行だな。監視カメラの映像が消されてる。プロの仕業だ。何か手がかりは。このファイルだタク。何か重要な情報が含まれてる違いない。研究所は秘密裏に新型兵器を開発していた。この技術が流出したら大変なことになる。犯人はそれを狙ってるのか。間違いない中司。犯人は我々の動きを錯乱するために爆破事件を起こしたんだ。だがまだつながりがつかめないな。よし中司、犯人の動きをもう一度洗い直すぞ。タク、中司、今回の捜査方針について話し合いたい。爆破事件と研究所の殺人、どちらも重要だが優先順位を明確にする必要がある。私たちは研究所の事件を優先します。死者が出ている以上そちらが最優先です。だがパトカー爆破も市民に不安を与えているんだ。こちらを後回しにするのは得策ではない。でもタクの言う通り殺人事件の方が深刻です。早く解決しないと次の犠牲者が出るかもしれませんよ。しかし市民の安心も大事だ。爆破事件を軽視するわけにはいかない。わかりますが時間がないんです。研究所の件は手がかりが少ない。早く動かないと犯人を逃すことになりますよ。我々に任せてください。どちらも迅速に解決します。うん、わかった。だが進捗を逐一報告すること。市民への説明責任がある。承知しました。必ず解決してみせます。
警察だ。動くな。来るで。いつぜ。タク、ドアを開ける。準備はいいか。任せろ。今だ。お前を逃がすと思うな。くそ、もう終わりか。よくやった。タク、十字、二つの事件を同時に解決するとは見事だ。我々の仕事です。でも次はもう少し楽な事件を頼みますよ。そんなことを言うな。次も全力で挑むんだ。そうだ、期待してるぞ。今日も一日終わったな。でもまだまだやることはやばいほどあるさ。そうだな、次の事件も一緒に解決しよう。任せておけ、タク。